わ。3、1 enemy remaining。タイムちょうだい。 This? 皆さんこんにちは、ケルシーと言います。最高イモータル3でコミュニティ大会などにも出場したことがあって、また1年ほど前にアモリスさんのチームに所属していました。来月17歳になることもあって、公式大会に出場できる年齢なので、日本一になれるようなデュエリストになりたいと思っています。先ほども言ったんですけど、僕のメインロールはデュエリストで、引き際をわきまえながらエリアを広げていく動きが得意です。少人数戦でのコミュニケーションを最近は特に意識していて、クロスをこの角度で組もうなどのコールをするように心がけています。日本一の選手、引いては世界に通用するような選手になれるよう精一杯頑張ります。視聴者の皆さん、応援よろしくお願いします。こんにちは、しずです。善悪とイモータル3で今レッドブルなどの大会に出場しています。公式大会などで活躍できるプレイヤーになりたくて応募しました。メインはイニシエーターとデュエリストですが、センチネルも使えます。僕の強みはスキャンドコールをしながら頭を使ったプレー、少人数戦や人数不利のシチュエーションが得意です。自分の強みを最大限に活かして精一杯頑張ります。見てくださってる皆さん、応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、アーフです。応募した理由は、自分のプレーがどれほど通用するのかを知りたかったからです。目標はみんなが憧れとする選手になることです。メインロールはコントローラーで、少人数戦を勝つことが得意です。目標を現実にできるように頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。こんにちは、弓矢です。これまでの実績はエピソード8アクト1レディアントです。トライアウトに応募した理由は、日本で活躍できる選手になりたいからです。最終的なゴールは日本1位です。メインはコントローラーです。自分の強みは状況にもよらずにパフォーマンスを最大限出せることです。精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、アイリです。自分は韓国人ですが、日本生まれ育ちです。もし自分がこのノーセプションという素晴らしいチームに入れるとしたら、まずは他のアカデミーを倒していき、結果的にメインステージに出場し、リーグ優勝まで行きたいなと思っています。憧れの選手はコムやラキアですが、その選手たちみたいに活躍し超えたいです。自分のロールはフレックスで、イニシエーターが個人的に好きで、味方に重要な情報を上げ、少人数制の時はスキルとエムで敵を倒す自信があります。今回のトライアウトで自分の価値をできるだけ証明してみせます。見ている皆さん、たくさんの応援よろしくお願いします。ティンダーさんのメインロールってなんなんやろ。どういう聞き方すればいいの。 What's your main role? ティンダー What's your main role?In Valorant, I like to play with Soba. Initiator. Mm-hmm. Initiator, yes. Oh, my main. Me too. When I was Radiant, I play only Soba. I don't like the rank Soba because if you don't, you have to plant it. Rank is hard. yes. Rank is better. The go entry, mute everyone.Insta pick entry and mute. はい、暗いやつか。直撃。すごいでこれ。エグ。
あやばい。すごいね。グロいね。かわいそう。一人だけ。めっちゃ耐えてた。グロいね。ナイスパイだと思う。マジめっちゃ来たね。なんか合うやつあるし。そう。味方も染まると思う。染まるから79カットで。79カットの前に何かやってんだこれ。これちょっと分かりづらいけど敵の食奪来てて。ああ危な。アッションも来て。でアッション。しかも味方のアッションも来てなくね。アッション来て。敵のやつな。敵のやつからって俺のやつ。俺のやつ食った。はいお疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。まず、マイラウンド、ラウンド前の何言ってるかを聞くことやね。聞いてみて、もう一回イメージできてたら、それは言語化できてるし、味方にも伝わってるってことね。今日の目標何だった？いっぱい喋る。いっぱい喋る。その日の目標について、そこを頭に置きながら見ていく。うん。ここはまあ、いい車線組だったと思う。良かったとこも、あ、ここ良かったわっていうのをしっかり。ああ。うん。はいはい。はい、良かったとこもしっかりね反省っていうかね振り返らないと。じゃあなんでうまくいったと思う？今のシーン車線組が良かったからね。はいはい。なんで車線組が良かったか、まあちゃんとポジションについてとか車線の組み方について話し合えてたからね。はい。だったらほら今日の目標につながるかね、声が出せるかみたいな、そういう風にまあつなげてって振り返って、まあ、言語化して、まあ、筋が通ったら、まあ、それはまあ自分のものになった、落とし込めたってこと。で言語化できたら何が起きるかっていうと再現性があるんだよね。まあその物事をコントロールするにはしっかり言葉で伝えられるように、一人で難しいなら、まあ、みんなで言葉とか知恵出し合ってやっていけばいいよ。応援よろしくお願いします。